ショートホール左のラフに外し、そこからチップイン、下りの難しいラインを決めました。この一打は大きかったです。渋野は前半終えて3アンダー、上原彩子が7番を終えて4アンダー、日本人2人がいいスタートを見せています。初日の結果、上原彩子が65を叩き出し7アンダー、単独首位に立った。渋野と古江は5アンダー3位タイ、2位にはハンナ・グリーン、怖いのはネリー・コルダ5アンダー。渋野はもういきなり優勝を狙ってください。予選通過など考えなくていいです。思いっきり。